ちょっと勇気を出して言います。鍛錬しませんか？鍛錬の相手に指名してもらえるなんて光栄。精一杯務めるからね。良い本ですね。文字数的にも合格点を上げられます。書物って本当に良いものですね。すごい、一心不乱に本を読んでる。私もいっぱしの将になるために頑張らなくちゃ。調べるホトトギス。なぜ泣かないのか本で調べれば原因もわかるかと。泣かぬなら心で聞こうホトトギス。泣かなくても伝わる思いはあるはずだから。